フラボンは有機化合物の一種でフラバン誘導体の環状ケトン。競技には化学式 C15H10O2 分子量 222.24g モルの化合物に3次デヒドロフラバンマイナス4オンを指す。植物体内においてフラバノンからの脱水素によって生合成されると考えられている。講義には工術のフラボン類に属する誘導体をフラボンと称する。 抗議のフラボンはフラボノイドのカテゴリーの一つである。フラボノイドの中でフラボン構造を基本骨格とし、さらに3位にヒドロキシ元を持たないものがフラボンに分類される。黄色白色が特徴の植物色素であり、植物体を太陽の紫外線から守る役割をしている。自然界には種としてヒドロキシカ体あるいは配湯体として存在し、 特に様々な植物からフラボンが見つかっている。野菜やハーブなどの食品にも多く含まれ、その抗酸化作用が注目を集めている。フラボン骨格の3位が酸化されヒドロキシモトが入った誘導体はフラボノールとして区別される。また、アリール元が2位ではなく3位に置換したものはイソフラボンと呼ばれる。2から3位の二重結合が水素化された構造のものはフラバノン。 あるいは、フラワの俺に分類される。ありがとうございます。